痩せましたね。多分ね、私ヨガ痩せ、水分痩せな気がします。水分痩せ水分が出たんだと思います。結構水分出ちゃった。あのこれ水分あんまり出しちゃダメなんじゃないの。ダメなんですかね。お風呂とかちょっとあの暇な方、一日お風呂場とかで過ごしてみてください。え、一日お風呂場ってどういうこと。あの往復でリビングお風呂、リビングお風呂の往復で、うん、あのお風呂で本読んだり、うん、それこそ DVD プレイヤーで映画見たりとか、うんうんうん、とりあえず汗をかくことに集中すると、うん、1キロから 1.5 は落ちます。一日で、はい、あの水分取っても落ちます。はあ、水分入れ替えるんだ。そうですね。1日入ってんの安い。あ、最近はあの暇な日はやることがないので、うん、お風呂にずっと入ってます。1日何回ぐらいこう行ったり来たりするの。たまにお風呂で大福とか食べます、うん、それでよく痩せるね。いや水分なんだと思います。なんかそんなに水分取ってる。なんかね、人を溜め込んでるんだと思いますよ。もう体が軽いんですもん。あ、そう、はい、1回に何分ぐらい入ってるの。浸かるわけでしょ。浸かるのはでも10分も浸かってない気がします。で、あのじゃあ回数だ、回数が多いんだ。そうです、そうです。また上がってまた入っての繰り返しで、うん、俺ね3分以上浸かれない性格。性格がですか。体がじゃなくて、うん、ね、苦しくてイライラするの。あ、それもうちょっと低い温度でじっくり入って汗かくとかはダメですか。いや、温度は低くてもいいんだけども、うん、なんかこうね、こうやってるとすっごいイライラしてくんだよ。でもタモリさんだったら本読んだりとか。あ、それもいや、何度も試みたけどもやっぱり上がって読んだ方がいい。本当ですか、うん、汗かくと本当気持ちいいんですけどね。 DVD 見てるの。DVD たまに見ますね。映画見ますね。ジブリ映画とか。ジブリ映画見て、はい、ジブリ見るともうなんかこう現実のこう嫌なこととか全部忘れて、うんうん、一気にこう子供に戻れた気がして、何も考えないで見れるからすごい好きなんです。あ、ジブリ映画ね。俺あのあれを見て、もののけ姫を見ようと思って。あ、いいですね。酒飲みながら、うん、見てて、うん、結局誰がもののけ姫か分かんなかった